たせいたしました。本日は足尾銅板観光においでいただきありがとうございます。これよりご案内いたします足尾銅山は1610年慶長15年に発見され、以来400年の歴史がございます。銅道の総延長は1234キロもあり、この距離は東京から高砂までの距離と同じくらいになります。また銅の生産量は多い時には年間1万トンを超え、これまでに約83万トンを生産いたしました。江戸時代には江戸城や日光東照宮の屋根材として使われ、明治に入り日本の主要な輸出品として外貨を獲得し、日本の近代化に大きく貢献いたしました。反面、生産量の増加に伴い水質汚濁や大気汚染を発生させ、田中正造による反対運動など足を道徳事件として大きな社会問題となりました。日本一の銅山として栄えた足尾銅山ですが、次第に銅の生産量も減少し、1973年昭和48年の2月をもって閉山となりました。本日は足尾銅山観光をご利用いただきありがとうございました。